皆さんこんにちはレックスエニー講師の松田ですそれでは三、えー、級 FP 技能検定試験の、えー、回答速報を始めていきたいと思いますえっとまず、えー、本日受験された皆様お疲れ様でした これよりですね、産休学科試験と実技試験の中の協会の資産設計提案業務そして金融財政事情研究会の個人資産相談業務こちらの REC 独自の回答を速報していきたいと思います。でこちららなんですけども、実施団体から本日、 5時半17時30分から回答が出ますのでまそちらを見て正確な回答を見ていただきたいんですけれどもまこちらの中では回答を申し上げた上でさらにま簡単な解説をしていきたいなというふうに思ってますのでまそんな形で3科目ですね順番に見ていこうかなというふうに思いますでは最初にですね午前中に実施された学科試験の回答速報からいきたいと思いますので まず皆さんお手元に問題をご準備いただきたいと思います。でこちらなんですけども第一問が括弧1から括弧30までが丸罰、えー、の正誤問題。 で31から60までが3子択一の問題ですが、ちょっと丸×だと、えー、ごい本当は答えは、正語は1と2なんですけども、こちらでは、便宜上、ですね丸×という形で申し上げていきますし、3子択一については1とか2とか3というような形で申し上げていきたいと思うので、えーまあ、科目ごとに5問刻みで、ですねこれから回答を申し上げていきたいと思います。では第1問

次、えー、6、かっこ6からかっこ10のリスクです。かっこ6が×、かっこ7が丸、かっこ8が×、かっこ9が丸、えー、ッコ10が×、えー。連続で申し上げます。6から10ですが、×丸丸、○、×、○、×。交互に×丸、丸×、×と続きます。続いて11から15の金融です。えー、かっこ11が丸。

〇〇となりますす続いて21から3 25の不動産です21が22が23が24が25が〇もう一度21から25ですが××××〇です25だけ×です。 続いて二十六から三十の相続です。二十六が丸、二十七が抜、二十八が丸、二十九が丸、三十が抜。え、もちろん二十六から三十ですが、丸、抜、丸、丸、抜となります。え、これで正誤問題が終わって続いて第二問の三十一から六十の三資産一に移りますが、こちらも。 あの科目ごとに申し上げていきます。31が3、32が2、33が3、34が1、35が2、もう一度いきます。31が3、32が2、33が3、34が1、35が2です。次です。36から40のリスクです。36が2。 37が3、38が1、39が3、40が3、もう一度いきます。36が2、37が3、38が1、39が3、40が3です。続いて、41から45に移ります。こちら、金融ですが、41が2、42が2、43が1、44が3、 41が2、42が2、43が1、44が3、45が1です。続いて46から50のタックスです。46が2、47が2、48が1、49が3、50が2、もう一度いきます。46が2 47が2 48が1、49が3、50が2です。次、51から55の不動産です。51が1、52が1、53が3、54が2、55が1、もう一度繰り返します。51が1、52が1、53が3、54が2、55が1です。 最後のの56 60から60の相続です56が1、57が2、58が2、59が2、60が3、もう一度繰り返します。56が1、57が2、58が2、59が2、60が3となります。 でこれで学科の解答速報は終わりなんですが、こちらですけれども、60問ありますが、す、え、べ、ー、て1問1点という形なので、36問以上、36問以上だと36点になりますので、それで合格ということになりますけれども、えー、もうあと、 50分少々で、えー、回答が見れると思うので、再度そちらで確認いただいて、でこちらの簡単な解説については、す、え、べ、ー、ての回答速報を終わってからまた戻ってきますので、一旦これで学科の方を離れたいと思います。では次がですね、えー、今度は教会の実技の資産設計提案業務に移りたいと思うので、金材を受けた方、少々お待ちいただければと思います。ではこちら、えー 日本 FP 協会の資産設計提案業務ですが、こちら全部で20問あります。問1から問20まで20問あって、こちらはすべて1問5点ということで、100点満点、ですから6割なので60点以上、ですね12問以上正解があったら合格という形になります。では、これは問題ごとに見ていきたいと思うので、第1問いきます。第問問の問1が2 問い2が1。もう一度繰り返します。問い1が2。問い2が1。えっと、次がですね、ここから金融に入っていきますが、第2問、3から5まであります。問い3が3。問い4が2。問い5が2。もう一度繰り返します。問い3が3。問い4が2。問い5が2です。次。 第3問の不動産ですが2問6問と7になり問い6と7になります問い6が2問い7が2もう一度問い6が2問い7が2どちらも2という回答になります続きまして第4問こちらリスクに関してですが問い8から問い103問あります問い8が3問い9が1問い10が3 もう一度繰り返しますと、問い8が3、問い9が1、問い10が3となります。次、第5問のタックスです。第5問のタックス、問い11から問い13まで3問あります。問い11が2、問い12が1、問い13が3、もう一度繰り返します。問い11が2、 問十二が一、問十三が三となります。続いて、第六問。相続問十四から問十六三問あります。問十四が一、問十五が三、問十六が二。え、繰り返します。問十四が一、問十五が三、問十六が二です。 続いて総合問題に移りまして第7問問17から問20までありますすべて続けて読んでいきます問17が1問18が2問19が3問20が2もう一度繰り返します問17が1問18が2問19が3問20が2 となりますでこちらで20問、えー、回答が、えー、終わりましたのでこちら、まあ、12問以上で、えー、合格ということになるので,で詳しい解説は、えー、夕方5時半以降確認いただければということでこちらの簡単な解説はまた後でやりますので一旦こちらで資産設計提案業務の回答は終わります次、えー、お待たせしました金融財政事情研究会の個人資産相談業務に行きます でこちらなんですけれども。 1> 第1問から第5問の大問5問構成の大問の中に小問が3つぶら下がっているという形でこちらちょっと特徴的なのが大問ごとに10点の配点が決まっていますがただですね大問10点の中に小問が3つぶら下がっているので3点3点4点という形で1つの問題4点の問題があるんですがこちらに関しては今ですね この後すぐに回答が出るときにどれが4点かというのが出てますのでこちらではその、えーとえー、配点については触れませんのでここでは回答だけを申し上げますただ通常4点くるのは、まあ、時間かかりそうだ応用的な内容だというところなので大体、まあ、いい予想はつくんですけれども、まあ、あのここで言ってもすぐ出ますのでそちらで配点は見てもらって、えー、ということでですね一応、えー、何が言えるかというと まあ今回、こちらから15問の回答を申し上げますが通常、15問あれば6割と考えるならば9問以上で合格なんですが先ほど申し上げたようにこちらの金融財政事情研究会は3点と4点があるのでもし3点の問題を9問だとすると27点50点の中の27点では6割達しませんので不合格。 ところが10問以上を取ると3点の配点の問題10問で30点になるのであの9問の場合は、えー、合格する可能性ももちろん,んです4点を5つ取ればそれで、えー、452020点になるんで、えー、9問の場合は合格と不合格のどちらの可能性もあるでも10問以上取れれば必ず合格なので、まあ、この中で10問取れた方はもうか確実に合格ですで9問の方に関してはちょっと配点箇所によって変わってくるので何とも言えませんけれどもそれはまああと4 十五分もすれば、えー、配点が見れますので、そちらで確認いただければと思います。では、えー、題問一からですね一、えー、科目ずつ見ていくので、まずライフの第一問ですね。えー、問一から問三を見ていきます。では回答申し上げますが、問一が一、問二が三、問三が三、えー。もう一度繰り返します。問一が一、問二が三。えー3 問3が3、えー、となります。はい。続いて、えー、第2問です。第2問ですが、今度、金融、えーと、リスクはなく、金融になります。で、第2問が問五から、えー失礼す、問4から問6という形なので、えー、問4が2、問5が1、問6が1、えー、もう一度繰り返します。問4が2、問5が1、問6が1、 となります続いて第3問のタックスです。こちら、問い7から問い9です。問い7が2、問い8が1、問い9が2ですねで。おそらくこれは計算問題が絡んでるんで、多分問い9が4点だと思うんですが、まあ、後で確認いただきたいと思います。もう一度、問い9が2、問い8が1、問い9が2です。続いて第4問の不動産です。 でこちらですが、10から12、問10から問12ということで、問10が3、問11が2、問12が2、もう一度いきます、問10が3、問11が2、問12が2です。3, 2, 2で,すですね、となります。はい、続いて、第5問の相続です。 こちら、問13から問15になりますが、えー、問13が3、えー、問14が3、問15が2です。もう一度、えー、問13が3、問14が3、問15が2となります。えー、ということで、今、えー 15問の回答を申し上げましたがこの時点で10問以上の方はもうそれで合格となりますで9問の方はちょっとそれが配点が4点の箇所があとどれだけあるかということになると思うのでちょっと、えー、まだわからないんですけども後で確認いただければと思うのでまた後で解説でこちら戻ってきますので、えー、では 最初の学科共通の科目共通の問題の学科の方に戻りたいと思うのでもう一度学科試験の問題をですねご準備いただきたいと思います。で今回なんですけども例えば、まあ、見てると×が多いなという気はしております。 ですね、さっき×が4つの科目が2つあったと思いますので、えー、そういう意味で言うとちょっと×が多いなという形で,、えー、ではカッコ1からカッコ5のです、ね、ライフのところを少し、えー、解説していきたいと思いますけれどもカッコ1番につきましては間違いなくです、ねえー、これについては、えー、税理資格ないものがです、ね、確定申告書の作成を代行してはいけませんので、まあ、これは間違っているというふうになると思います で、カッ2番のですね、こちらの全国、えー、協会憲法の話、協会憲法のところですが、えー、これにつきましてはですね、傷病手当金は4分の3ではなくて3分の2を乗じた金額ということになるので、えー、その時点、その点が間違っていると。はい。で、カッ4につきましては、えー、これちょっと、 かかりづらいといとうかです、ね、どっちかで多分悩むと思うんですが、まあ、今回国民年金の付加年金の額は400円に付加保険料にかかる保険料納付済み期間の月数を乗じて得た額であると書いてあるんですがこの付加年金のケースに関しては覚えているのは 2年で元取れるっていうのは覚えていらっしゃると思うんですよ2年で元取れるということはどういうことかというと毎月400円の保険料を払って1年払うと12ヶ月4800円です で、もらえる金額は、実はこれが200円で、2年で元取れるわけですから、200×24 ヶ月で4800なので、まあですから、400円払って200円ずつ2年もらえば、元取れるということになるので、まあそうすると、これが400円じゃなくて200円なら正しいということになるので、まあ括弧4はですね、これ、えー、ちょっと勘違いするとですね、400円間違ってないなということで、正しいという判断しそうですが、まあ2年で元取れるで、あと、冷静にちょっと計算してもらえれば、あ、これ逆になってるっていうのがわかると思う で、そんな形で確認してみてください。では、かっこ6からかっこ10のこれりリ,リスクですね。リスクのところです。で、こちらに関してはですね。例えばかっこ8見ていただきたいんですけれども。これ養老保険、えー、ですね。養老保険なんですが、基本はこれ損金算入ができないんですが。 今回のケースは、契約者が法人、被保険者が役員と従業員、そして死亡献金の受け取り人が従業員の遺族で、満期保険の受け取り人が法人ということで、これ俗に言うハーフタックスプランです。ハーフタックスプランになるので、まあ、この場合は保険料の半分、半分を、えー 損金のの額に参入でできるとということなので、まあ、こなちら全額と書いてあるのでそれはできませんともともと養老圏貯蓄性ありますからえ、まあ、もし仮に貯蓄性がある保険料の全額損金に入れば皆さんどこの法人もやりますからえ、まあ、これは間違っているという形になります。はい、であとは、過国給については,これは、まあ、え火災保険自分でケアしなければいけませんよということであの失火責任法で,です、ね、あの隣の家を焼いても。え 過失がななければですね、別にそここのとと。ろはめいただ、総、まあ、輪関係としてはちょっと最悪ですよね、えー、隣の、えー、もらい火で家事になってしまったで、それでなかなかお互い仲良く付き合うことはできないと思うんで、まあ、実際には、えー、法律はこうなっていてもうまくはいかないと思うんですけども、えー、賠償責任は基本ないということになります。 続いて11から15の金融なんですけれども、まあ、こちらについては、カッコ11のところ公開市場操作の買いオペの話なんですが仮に日本銀行が国債を買えば貨幣、紙幣がどうなるか通貨がどうなるかというと国債を買うということはそれを日銀が持っている。 通貨をそれを市場に供給することになるので当然ながら資金量が増えるという形になります逆に持っている国債を売れば市場から資金を回収することができるのでですから資金量が減るという形になります。で括弧13番のこのこ 投機的というところですが、まあ、いわゆるジャンク債というところですがこれに関してはトリプル B ではなくてル b ですね B2 つ、えー、これがですね投機、えー、的な格付けになりますので、えー、トリプル B まではギリギリと、えー、ですね適格債になりますはいであとはですねえー、っとまあ過去15万の特別分配金は自分が払い込んだお金が戻ってくるだけなので、えー、非課税ですよというところになります 続いて、16から20のタックスのところですが、おそらくこれ初めてじゃないかなと思うんですけどセルフメディケーション、19のスイッチ OTC のところなんですけれども、このセルフメディケーション税制については、本来のもともとある医療費控除の制度と選択適用になって、えー、まあ通常、医療費控除については10万円を超えないと適用を受けられないということがあるので、まあ、その10万円に達しないときにこちらを使えば、ですね、適用がけられますよと。 とということでこでれ選択適用、まあ、金額によって少なければこのセルフメディケーション税制、10万を超えているんだったら通常の医療費控除ということになると思います。でこちら、えーまあ、基本、文書、おおむね正しいんですが、3行目のところに最高10万円の医療費控除の適用とありますけども、こちら、足切り金額が1万2000円設定されてますので、8万8000円が上限ですとなりますので、えー、こちらについては、えー罰、10万円ではなくて8万8000円など、×ということになります。 また今回ではですね新しい、えー、まあ、税制改正自体は、えー、もっと前で行われていましたが今年から制度として適用されている配偶者控除に関する問題がやはり出ましたえー、かっこ20番のところですが今までは配偶者控除については配偶者の所得合計所得金額が38万以下であれば、えー、本人の 所得関係なく受けられたんですが今年からはですね納税者本人の合計所得が1000万超えると配偶者の合計所得金額が38万以下であっても受けられないというふうに変わっていますのでそれを正面から聞いた内容ということになります。 続いて21から25の不動産ですね。えっと、不動産のところなんですが、カッコ2番の貸し担保の話、こちらについては知った時から1年ですから2年ではないというところですね。えっと、あとはですね、 いいですか、ねえー、で26から30です、えー。こちらにつきましては、えー、26のところは、えー、実施と用紙あるいは着室誌と非着室誌については、順番、子どもでありますから、順番は、えー、違いはないです。これ正しいですね。で、27番の、えー、こちらについては、葬式の際の公電、返礼返礼費用については、控除できるって書いてありますけども、もらった公電自体非課税です。まあ、通常の、えー 相当程度であれば非課税になりますから、まあ、そのお返しだけ、えー、債務控除できるのはおかしいですから、えー、もともと香電が非課税だから香電返礼費用についても債務控除できないという形になります。はいえで カッコ30のところなんですけども、えー、これ特定,居住用、えー、特定居住用宅地等の特例に関しての話ですが、宅地はです、ね、400平米ではなくて330平米までとなっていますので、まあ、そこですね、そこが間違っているという形になります。続いて第2問の三四宅一なんですが、これいつもこの機会で申し上げさせてもらっているのが、31番の問題はほぼ毎回出ておりますが、これ この係数のことを知らなくてもできますよと、ちょっと一緒にやっていきたいと思いますが、えー、今回は、えー、今から10年間、えー、1000万を準備したいと言っています。 ということは、運用しない場合どうなるかというと、1000万を10年で割れば100万になるので、毎月100万ずつ積み立てていけば、運用を無視すれば、100万以上で1000万になるわけなので、当然ながら運用するわけなので、100万より下回らなければいけないということになります。その時に、今回1000万を準備したいので、こちら、各種係数という形で資料がありますが、まず1000万かける左からいきます、0.8203をかけると、820 万ということで、毎年820万ということは絶対ありえないので、えー、こちらはもうありえない、原価係数自体はもう使えないということになります。次、減債基金係数を見ていただくと、えー、1000万に0.0913をかけると、えー、これで91万3000、91万3000になるので、えー、これだと可能性があるなと。で、資本回収係数もいきます。1000万、えー、×0.1113 をかけると、 111万3000円となるんで、えー、運用しなくても100万で毎月10年で1000万になるんで、えー、100万を超えてということはありえないですから、そうなると今回は現在基金係数を使うしかないということで、3番が正解となるので、えー、まあこういう形で電卓でやっていただければ、今の内容で1分もあればできてしまいますので、えー、そんな難しい問題じゃありませんから、落とさないようにしていただければと思います。はい、あとはですね、33、えー、です。これが 実際には厚生年金保険の老齢厚生年金ですが、これは240ヶ月、えー、になるので、えーまあ、20年以上という3番になりますし、えー、中高齢株価差については40歳から65歳というところになるので、えー、これ一番を選んでくださいとなります。 続いて36から40の、えー、これはリスクですね。リスクのところなんですが、まあ、ソルベンシーマージンが36ですが、まあ、これは自己資本比率がソルベンシーマージンで、これ200%頭に入っていればすぐ、まあ、36は2番が正解だということがわかるんじゃないかなと思います。また38番の、えー、あ古い制度と新しい制度が併存している、えー、医療 生命保険料控除の話なんですが介、介護・医療保険控除につきましては、これはもう4万円の枠、最大でも4万の枠しかありませんから、1番の4番選んでくださいというところです。あと今回、40番で自賠責保険の話が出ていますが、自賠責の場合は、1人当たり3000万、死亡の場合で、障害の場合で1人当たり120万となりますから、これは必ず覚えてだい いいいてたいただきたい金額になります続いて、えー、41から45の金融なんですけれども、まあ、今回43番のところですが、えー、これはもう3級でも PBR とか、えー、今回、まあ、PER と配当利回りですが、まあ、PBRPER、えー、配当利回り ROE こういうものの計算式は覚えておけばすぐに、えー、解けますので、えーまあ、これについてはまあ 通常の日頃の学習しっかりやっている方であれば、えー、難しくない問題だと思います。で、カッコ44番、これがですね、通常はこのケースで出なくて、えー、どの時きにが、えー、分散効果が一番働くんだという形ですが、これはですね、えーまあ、マイナス1の場合が一番分散効果が働きます。マイナス1が分散効果が働くので、ということは、プラス1になると、えー、これに関してはですね、えー、 同じ値動きをします。同じ値動,動きをするので、分散効果が全くないということになりますで。ゼロの場合どうなのかというと、ゼロの場合は全く関係を持ちませんから、まあ、どっちかわからないと。まあ、ちょっとその,、えー、その都度その都度いろいろ動くのでわかりませんという形になります。 では続いて46から50のタックスです。こちらにつきましては、47番の退職金のところですが、退職所得控除額については、必ず20年以下であれば1年あたり40万、20年を超えたら1年あたり70万、これ、覚えられていればすぐ即答できるところだと思います。48番のこちら、損益通算の話なんですけれども、今回、資料では不動産と雑所得と事業所得という3つがありますが、 雑所得はそもそも損益通算が認められていませんから50万の赤字があっても0円で計算をします。で、事業所得の金額については、まあ、100万のマイナスになってますからそうすると800万プラスマイナス100万で700万ということ1番が正解になります。では50から、選、え、手、ー、は51から、えー、55の不動産なんですけれども 52番のところを見ていただくと、えー、今回は防火地域と準防火地域に渡るところに建物を建てようとしているときに、まあ、この場合、どちら防火地域なんですか、それとも準防火なんですかというところなんですが、この場合は厳しい地域、あの建てるところの1%でも防火地域かぶっていれば、すべて防火地域にかかる規制が適用されますので、防火地域を選んでくださいと。 で54番の、えー、固定資産税の評価が基本的に3年ごとなので、3年覚えていれば問題ないと思います。はい、続いて56から60の相続なんですけれども、えー、こちらにおきましては、まあ、57番見てもらうと、親、ま、族、あ、関係図において、まあ、この場合、えー、法定相続分とありますけれども、大事なのは相続の順番を決めることです。ここでは、A、さん がなくなりましたで、えー、子供いません子もいないので第20名はお父さんお母さんということなんで今回はお父さんお母さんが、えー、相続人でさらに当然、えー、奥さん妻 B さんは、えー、いつでも相続になれますねそうすると奥様 B 妻 B さんの、えー、法廷相続分が3分の2と決まって残りの3分の1を父母で分けるという形なので、まあ、これはそこら辺で耐えやすいんではないかなと思います。 あとは、59番のところ、59のところを見てもらうと、遺産にかかる規則控除とありますが、これに関しては、ちょっと見ていただくと、A さんと妻の間に、長男、次男、三男、子供三人いますが、次男、放棄していると、で、放棄は民法上は相続人ではないんですが、今回は放棄があってもなかったものとみなすとするのが、相続税法上の考え方なので、そうすると今回は第一人で相続確定で、長男、次男、三男、子供3人と奥様1人で4人なので、3000万プラス600万かける4人で5400万。 100万という形になりますで,す、ねという形でえー、ではこれで、えー、学科試験の方終わりですが、まあ、日頃からしっかり基礎的なところをやっておけば、あの必ず60点あ 6, 失礼します6割は取れると思うので、そんな形で、えー、確認をしてみてください。では続いて、えー、今度はですね FP 協会の資産設計提案業務の簡単な解説をしたいと思います。 こちらに関しては、まあ、いつもと同じような形で、えー、例えば、問いにとか見てもらうと、キャッシュフロー表が出ていまして、キャッシュフロー表の問題は、これ、毎回出てますので、これは逆に言うと取れないといけないのかなというところです。で、えー、続いて、第2問の金融なんですけれども、ここでは NIS、NISA。 NISA ーーが他の9でも出てましたが、こちらにつきました NISA ーー、これは税制改正があったところですね、制度改正があったところで、金額がですね今は100万ではなくて120万になってますので、ですので、ちょっと古いテキストとか使ってると、い、e、のところ、 非課,税えー、非課税投資枠というところが、えー、新規投資額で年間100、E、えー、のところは100万か120万かですが、これは昔は100万だったけど、今は120万になってるんで、まあ、新しいところちゃんと見ておけば、えー、取れるんではないかなというところです。で、次に、骨が折れるのが問い語だと思います。問い語については、一つ一つ、PER、えー、PBR、ER、配当利回り、これ一つ一つ計算して、 正しい間違っているとい選ばなくちゃいけないんで、まあ、実際には答えは2番なんですけどもまあ最低でも1と2を、えー、やっていってあ、えー、これで2番が間違ってて、まあ、念のため確認で3番やって正しいからということで2番選ぶと思うんで多分ここの問題が、えー、問い4とか問い3に比べ問い3は知ってるかどうかの話なので、えー、問い5がまあ ちゃんと計算しておかなければいけいかなければいけないのでちょっと時間かかるかなという形です。で第三問の不動産なんですけれども、えー、こちら、えー、ちょっとここでせっかくのでコメントしたいんですが、えー、今年の四月からですね、えー、今までは試験問題もそうみんなそうだったんですが県平率という言葉については、えー、県の後にひらがなでペイ で率という漢字を書くのが、えー、一般的で問題も、えー、今年の5月まではひらがなを使っておりましたが今回の試験から、まあ、3級私ちょっと2級も問題はもうすでに見ましたけども3級も2級もどちらも憲兵率の「平」の字を漢字を使っています。 これは今年4月からこちらの漢字を使うことに決まったということなので、ですので、これからは憲兵率、こういう感じでやっていって、ただ書くことはないと思うので、漢字を書けという問題ないので、別に書けなくてもいいと思うんですが、そういう背景があって、憲兵率が漢字になったというふうに考えておいてください。で、問い録につきましては、 えー、延べ面積になるので,で残念ながら今ぺい率の話をしましたがぺい率関係なく指定要積率を使っていく話なんですがところが今回はえー 敷地の前面道路を見ると7メートル指導になってますから1 2ル未満なのでこの場合は7メートルに法定定数の10分の6かけると420、420、762、4 2と300%パー比べていずれか小さい方がですね養成率採用されますので300%パー、600平米かける300%パーで1800平米という形なので慣れてくるとすぐできる問題ですけれども最初にちょっと難しいかなというところです。 続いて第4問のリスクですね。リスクもこれ、毎回同じ傾向で、こんな形で保険証券、まあ、こちらの問い8が保険証券の読み取りで、今回たまたまがん,がん保険の内容でしたが、まあ、今回はがんの場合は診断給付金と、あと入院給付金2つあるので、その計算間違えなければすぐ答えられると思います。 で問いきについてはあまり計算することないかもしれませんが生命保険料控除の計算ですが、まあ、こちら、表がありますからいつ加入したものなのかそれによって控除金額が変わってくるので、まあ、今回は2016年の8月1日契約ですから使う即算表は上と下の2つあるうちの下のです、ね、2012年1月1日以降に締結したものを使うということになります。 続いて、ですね、今度は第5問のタックスですね。タックスのところなんですけれども、問、まあ、11の医療費控除につきましては、予防、美容整形予防のものについては控除できませんので、奥様が受けたビタミン剤、これに関しては受けられませんと。でトイ12につきましては、 住宅ローン工場に関する内容なんですけども、えー、一番見ていただくと、住宅ローン工場の対象になる、えー、適用対象は、床面積45平米以上とありますが、これ50平米以上の間違いですから、これは普通であれば、多分皆さん、えー、これ45じゃなくて50平米ということで、えー、正解取れるんじゃないかなと思います。で、問い13につきましては、今回、えー、とですね、所得税額というふうになっておりますけども、 えー、復興特別を,そううを無視するって書いてあるんで、えー、事業所得が1200万、そこから250万引くと950万なので、あとは950万がどこに、えー、税率何パーかということでと、950万は、えー、33%パーです。950万かける3 3から153万6000を引けばいいという形になります。 続いて第6問の相続ですで。こちらの相続なんですけれどもまず問14から問14につきましては今回亡くなった方に配偶者がいて子どももいるんですけれども今回子どもの中の長女が相続放棄しています。 で放棄をした時の扱いは民法と相続税法で異なるんですが今回は民法上の相続人なのでそうすると長女は初めからいなか,ったこといなかったものとなりますし孫がいても代衆相続発生しませんから今回は配偶者が2分の1残りの2分の1を長男が受けるという形でそれで終わりです。 ですねえー、ということで相続終わりであと総合問題の第7問ですね、えー、こちらなんですけどもこちらの問17の純、えー、資産のところを求めさせる問題もいつも出てきますからこれ直でやっていただければいいのでこれ必ず正解取ってくださいで問18のです、ね、係数早見表の問題は先ほど画科のところで申し上げた通りなので同じようにあればこれもです、ねえー、言葉の中,中身分からなくても計算するだけで答えで出ますであとは問19、2十。 とということですが、まあ、ここ、若干難しいかなというところはあるんですけれども、まあ、問い19は正解取ってほしいなというところになります。でこれで協、えー、会の実技の解説が終わりまして、じゃあ最後の金材、えー、のです、ね、個人資産設計、えー、業務です、ねえー、相談業務の、えー、解説に移りたいと思います。でこちらはん若干、問題の分量が多いなという、えー、気がしたんですけれども、 では第1問のライフからなんですが、問い1見ていただくと、健康保険の保険給付ということで、この方、今36歳の A さんですから、この方に関しては、2番見ていただくと、A さんにかかる医療費の一部負担金の割合は、入院、外来を問わず、実際にかかった費用の1割とありますが、現行3割ですね、となってますが、これで間違っていると。で、3番のところがですね、 傷病手当金の話したんですが、傷病手当金は3年までではなくて1年半です、1年半ですかそこのことを分かっていれば、2と3が間違っているから、自動的に1番が正しいということで、内容もそうですね、高額療養費という制度はありますが、所得によって変わってきますから、まあ、ここに書いてあること、何も間違いがないということになります。 で問い2のところですが問い2の丸一丸二丸三というところですがこれもう2 0番でも正解取れますんで、えー、こちらについてはえっ、ー、と 丸 1>, 1が4分の3。これ知っておかなければいけません。4分の3。あとは丸2のところが、えー、300月に満たない場合は、えー、25年ですね25年分満たない場合は、えー、300月と見なしますということなので、まあ、この300月のことを知っていれば、えー、これだけで2番、えー、300月1つしかありませんから、3番選べます。はい、続いて、えー、今度は金融ですね。 で金融のところで、トイオンが積立 NISA が、もう真正面が出ていまして、積立 n i s については、もしかしたらケアしてない方もいらっしゃるかと思います。 金額はもうこれ知っているかいないかなので40万は知ってておいいください覚えておいてくださいと、でこちらに括弧に見ていただくとこちらもさっきの40万と一緒で非課税期間が25年と書いてありますけどもこれも知ってるか知らないかので、まあ、答えは20年となるので、まあ、この時点で2番が間違っているという形になります。 ちなみに、カッコさんについては、まあ、考えたら当たり前なんですけども、えー、年間の上限が40万です。限度額40万ですから、40万では株買えません。もちろん買える株ありますが、それだったら投資身託の方がより、えー、いろいろな投資委託買えますので、えー、ということでですね、投資身託がメインになるということは間違っていないということになります。 はい、であとはですね、問いあたりがちょっと細かいなというところではありますけれども、えー、実際には権利確定にあたっては、4営業日目に受け渡しが行われるということを頭に入っていれば、7営業日前まで、えー、ですね、もっと後ろでも、もっと手前でもですね、えー、別に変えますよということなんで、まあ、そこら辺は大丈夫じゃないかなと思います。で第3問のタックスです。でこちらにつきましては、ちょっと問い7は飛ばさせていただいて、問い8、これですね、えー もしかしかたら間違った方いるかもしれませんが。 問い八の一番見ていただくと、通、え、話、ー、B さんの平成30年分の、えー、合計所得金額が38万を超えないため、A さんは配偶者控除の適用を受けることができますとなっていますがあのもたもし、もちろん確かにですね、えー、合計所得金額38万を超えなかったら、今までは配偶者控除の対象になるということでいいんですが、今回は、えー、その今年からの内容、全然関係ない内容です。どこを見ていただきたいかというと、えー、こちら6ページの説明というところの A A さんとその家族に関する資料というところの B さん60歳と妻 B さん60歳見てもらうと A さんが営む飲食店の事業に、えー、もっぱら従事し 青色事業専従者給与でこれ平成30年分84万の支給を受けて支払いを受けているということでこの青色事業専従者給与を受けていると今回の場合、所得としては38万以下になるかもしれませんけどそれでも適用がもう受けられなくなりますから、まあ、この時点、まあ、1, の1を読んだ時点でこれが正解だというふうになるのが一番望ましい形ではありますがそのようになります、はい、では第4問の不動産ですね でこちらも先ほど申し上げたように憲兵率について漢字表記となっています。でこちらまず問い10からいきますと、建築面積の上限とあるので、今回マンションは対価建築物で、今回防火地域はというと、防火規制は防火地域ですから、 防火地域、80%の、憲兵率が80%の地域で、防火地域内に対価検築器を建てると、その時点で憲兵率の制限がなくなります。ですから、300平米かける1 0 0で300平米ということで、問い重の3倍になります。で、問い1につきましては、こちら、賃貸マンションを建てるとありますけども、 今回の場合、全、えー、面道路を見てもらうと6メートルの坑道です。 6メートルで12メートルになってませんから、えー、全メトル福井の制限を受けますので、まあ、こちらが、えー、商業地域なので、えー、道路幅6メートルに、法定定常数10分の6かけると、えー、360、360になってきまして、えー、でこれ、360パーと比較いただきたいのが、指定容積率は今回400パーなので、えー、400パーと360パーと比較して、いずれか小さいものが採用される、えー、容積率なので、まあ、360パーなので、えー 300かける360パーで1080平米となります。最後の科目相続の第五問ですね。で、まあ問い十三はこれできると思うので、ちょっとすみません割愛させてもらって、問い十四なんですけど、これですね実は簡単で、えー、今回ですね。 説明見てもらうと、説明には親族関係図があって、さらに A さんの相続財産が、まあ、いろいろ書いてある、現金預金がいくらってとかあります、実はでもこの問題、いらないんですよ、さっきの相続財産の話、なぜかというと、この問い14は、A さんの相続にかかる課税遺産総額で、括弧の中で遺産にかかる基礎控除額をもう引かれていますから、もう何もせずに1億円だった。 えー、今回は1億円あった場合となるので、えーえー、今回は、よくよく指示をかけず見ると、長男 B さんしか相続人としていませんから、えー、B さんが全部、えー、相続財産を取得することになるので、1億かけるあとは30%パー、そこから700万引けばいいので、えー、2300万ということで4、えー、3番が正解となります。 ということで、すねで問い重につきましては、1番は80%ではなくて50%で、3番については、A さんの住所地を管轄する税務署じゃなくて B さんとありますが、A さんの住所地を管轄する税務署に届け出をしなければいけない、えー、相続税の申告を出さなければいけないとなります。ということで、ちょっとすみません、えー、駆け足になってしまいましたが、えー、3科目の回答と簡単な解説させていただきましたけども、 今回の問題非常にもう簡単だったよという方は是非このまま2級に行っていただきたいと思いますし。 ちょっとギリギリになってしまったという方はもう一度ですね中身を見ていただいてあのやはり正しい知識を持っておかないと2級にいた時に太刀打ちできなくなるんでえここはどこが間違っているから×なんだというところをしっかり見てもらうと2級につながると思うんで是非皆さんですね2級にえ来ていただければと思うんでえまあ頑張ってえ今後も継続して学習していただければと思いますではえ時間になりましたのでえこれで終わります、えー、今日受けられれたた方お疲れ様でした